さまざまな野菜をお客様の要望する形態で多様な市場に供給できるような基盤をまずは強化するということとそれから野菜を取ることの大切さだったり実際どうやって野菜を取ったらいいかっていうのことの情報を発信していくとでその結果やっぱり日本の野菜の消費量というのが増えてその中で えーまあ、当社も成長していっているというのが、まあ、野菜の会社になるというイメージかなと思っています。一番大切なのは、みんなが本当に野菜を取ってくれるようになるかどうか、ということです。実際、私どもで調べてみても、一、えー、日三百五十グラム野菜を取りなさいというふうに厚労省は言っているんですけれども、三百五十グラムという量を知っている人は十六パーセントしかいません。 これをどうやって変えれるかっていうことで野菜の会社になるかどうかということが随分左右されるんで、そこが一番この野菜の会社に向けたロードマップのまあキーになるところかなというふうに思っています。やっぱり社長っていうのはあの多くのステークホルダーっていう方々と接するっていうのは頭で聞いてましたけれども、本当にこう幅の広い人たちのところにお伺いしてご挨拶をして話をしたっていう経験を積みました。いろんなこう立場から お話を聞かせていただけるのでやっぱり自分にとってもこうすごい刺激になってますし例えば視野が少し広がったとっいうような感じもしています。で、同時にこういったあ,のある専門性を持ったステークホルダーの方と相対していくっていうのは当然やっぱり一人ではなかなかこう限界があるなっていうのも感じましたんでこれからやっぱりカゴメっていうのは、まあ、す全てのこうステークホルダーの皆さんにもっともっとこうチームで。 チームとしてこう対応していくっていうようなことがまあ必要になるのかなと思ってますしそういった中のチームリーダーとして私はあの、えー、接していければいいかなというふうなことも少し考えたりしています。